日本代表には必ず元気なベテランが選ばれる風説があり、まあこれ本当かどうかわからないんですが、答えると確実にあります。ありますか、確実に。どんな役割がチームには必要ですかね。やっぱうまくいかなくなった時こそ、厳しいことちゃんと言えるとか、嫌なこともパッと言えるのがいるいないで大きく違うなって思うので、それが今年で言うと、キャプテンの4年生のものが、どんな時でも厳しく、自分にも厳しく、パーソナリティとしてのリーダーシップも非常に優れているので、特に苦しい時、うまくいかない時の厳しいことを言える、伝えられる人がいるいないは大きいなと思います、ね。今年はさらにとっても意識も高いし、キャプテン心もあるし、視野も広いし、人間性もみたいなところが、こうみんながついてきてるっていうような印象を受けます。